春季高校野球北新越大会、東京都市大塩尻9の7聖寮、3日、準決勝、富山市民球場今春選抜4強の聖寮、石川1位が延長11回タイブレークの末、東京都市大塩尻、長野1位に敗れ、秋春連覇を逃した。石川県大会は無失策だった守備が、 この日は一試合でご失策。走塁ミスも目立った。山下地章監督は、守備走塁で記録にないエラーも含めて、ミスが多すぎ。こんだけミスが出れば勝てない、と肩を落とした。夏の大会まで残り約1ヶ月。指揮官は、選抜でベスト4に終わって、まずは甲子園の頂点を目指す気があるのか。そこの確認からです、と話した。